はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。9月はですね、8日のですね、木曜日ですね。はい、日経平均はですね、プラス544と、かなり調子いいですね。はい、かなり調子いいやんという感じですね。昨日のね、ニューヨークがプラス435ということでですね、ただドル円は 144.0 と、このあたりでですね、うにゃうにゃしてますね。アメリカの10年利回りが若干下がったんですか、 3.25 というところで、原油がね、下がってますね、 82.75 と。まあ、これが原因かなという気がしますね。で、注目のドルウォンですけども、ちょっと頑張ってたような感じですね。やっぱりね、頑張ってますね。昨日の夜の部でね、1390いってたんですね。お、やばいやんっていう感じなんですけど、やばいやんっていうところが、戻してですね、今今朝方はですね、1375あたりをうにゃうにゃしたわけですね。ほんで今ですね、1381.01 と、今日も昼の部が始まりまして、昼の部というか、まあ、今日のデイタイムが始まりました。どうなんでしょうね、今日デイタイムでも押されるんでしょうか。まあ、1回はでも1390覗きましたからね。まあ、今週の1400はなくなったかもわかりませんね。はい、そのウォンの国でございますけども、室谷克美さんのですね、新悪漢論というのがございまして、今回は不動産だそうでございまして、そうかって感じですけど、不動産バブル崩壊の足音が聞こえてきた韓国、文政権で2倍になったマンション価格、必ず儲かる賭博のはずが金利引き上げで危機感というタイトルでございます。今度という今度は本当かもしれない、不動産、韓国の不動産バブルの崩壊予測だ。台風11号の被害復旧が終わる頃、ソウル首都圏の不動産市場はどうなっているか。高額物件が超格安で取引される事例もいくつか出たら、心理面からもバブル崩壊は止まらなくなるだろう。もうちょっと行きましょうか。韓国の新聞を見ていれば、毎年何回かは不動産価格下落かというといった記事が載る。へえ、日本の新聞にはほぼ載りませんけどね。すぐに市況回復。前のムン・ジェイン政権は不動産価格の抑制を大目標に掲げたが、抑制政策はやることなすことを失敗した。ムン政権は5年間で首都圏のマンション価格はほぼ2倍になった。文政権5年間で首都圏のマンション価格がほぼ2倍になった。まあ5年で2倍ね。日本はね、10年かけて、港区がやっと2倍かな。その他は 1.5 倍ぐらい行くのがせいぜい山手線の内側で、郊外に行けばね、1.3 も行ってないですね。だから韓国人にとって、不動産とりわけ、マンション購入は必ず儲かる賭博。ギャンブルですね、ギャンブル大好きなんですだった。無理な借金をしてでも買うことが階層上昇へのパスポートだったのだ。不動産を購入するような大金を工面できない若者はカードローンをかき集めて暗号通貨に投資したと。暗号通貨も今ね、ちょっと今日いくらでしょう。ちょっと上がってますね、今日はね。見てみますね。ビットコインのウォンちゃんはドル。ビットコインのドルはですね、19,204 ですね。上がったと言うてもね、戻りましょう。記事でございます。無理をして不動産を購入した人も、カードローンで資金を集めた若者も、ヤンパン、李王朝時代の貴族の気風を引きずっている。額に 汗して働くのは下人、下の人ですね。上人は、上人でいいのかな、これ、上人は汗をかかずに儲けるといった思い込みだ。
ヤンパンは手下を使って庶民から収奪を欲しいままにした。現在のヤンパンはいながらにして金で金を稼ぐことに集中していると。日本ではね、労働というのは尊いものという感覚で、手を動かすというのもですね、なんていうかこう本来こう基人であってもですね、今日それをやることはですね、かっこ悪いことではないですね、別にね。特に侍団というのはですね、大将自らですね、木工稼いだりしてますよね。それを別にそのかっこ悪いことではなくて、うちの大将はそこまでしてくれはんやみたいな、そういう感覚なんですけど、向こうは全くそれがなくってですね、手先を動かすような仕事、荷物を運ぶような仕事、物を作るような仕事っていうのは、それは芸人になることなんですね。芸人、下の人がやることであって、上の人は黙って見てるだけで儲かるし、なんていうのかな、筆より重たいものは持たないぐらいのですね、そういう人が偉いとされていてですね、みんながそれに会いたがるんですね。だからどうなんでしょうね、向こうでは運転手とかね、なんでしょうね、その掃除する人とかね、ものすごく下に見られるんですよね。そこまでせんでええやんぐらいの感じがあります。物を売る人もそうですね、物を運ぶ人もそうですね、人を運ぶ人もそうですね、要は額に汗して働くというのはですね、もうとんでもないこと、どっちかというとやったらあかんことなんですね。しかし米国追随型の金利引き上げで不動産購入者イコール借金、借入金の大部分は変動金利は目算が狂った。少子化の影響で経済活動人口の減少が始まったことは韓国経済に暗い影を落としている。新たに購入しようとする動きも鈍った。映画パラサイトのような半地下住宅、あるいはコシウォンと呼ばれる一坪空間などに住む人は首都圏だけで100万人とも200万人ともされる。しかし彼らはマンションとは無縁の存在だと。背伸びすればマンションに手が届く層へのマンション供給量はすでに飽和状態なのかもしれない。ソウルのマンション価格が7週連続で下落、下落幅も拡大、括弧等は日報22年7月15日、ソウルのマンション売買所もこれは飛ばします。まあ、そういう記事が出てますよという話ですね。イルチョン市松島ちゃいますね、小島でしょうかね、これは向こう読みすると小島のハングル読みです。でも日本語で書くと松島ですね。仙台の向こうの松島と同じ字です。地区の高級マンションは今年2月には12億ウォン、約1億2200万円超で売買が成立していたのに、8月にはですね、6億5000万ウォン、約6600万円まで下落した。韓国経済新聞、韓国語サイト9月2日というのだと。まあ、これ半分近くまでは下がったっていうね。割とビビッドに下がってますね。9000、急いで銭を必要とした得意なケースだったとしても、この一帯のマンション価格は急落する。イルチョンと言いますのは、まあ、日本で言えば横浜みたいなところですね、ソウルの外郊です。まあ、でも一応ソウル郊外と言っていいのかな。イルチョンと今や、ですね、空港もありますね、金浦空港、イルチョン空港と2本立てになってますけど、こうしたケースがいくつも出てきたら、歴代政権が目指した不動産価格の上昇ストップどころか、不動産バブルの大崩壊に突入は確実だと。まあ、そういうことが書かれております。これザクザクですのでね、貼りません、探してください。新悪感論ですね。不動産価格ね、ムン政権下げようとしていろんなことをやったんですけども、ことごとく裏目に出ました。いや、一番簡単な方法はね、金利上げてね、融資を、ね、厳格にすればいいんですよ。そうすればマンション価格は下がりますっていうか、不動産価格全般に下がります。昔日本が総量規制なんてやりましたけど、今中国がですね、3つのレッドラインとかで、2年前ですかやりました。それでおかしくなりましたよね。もう金融引き締めるのが一番ですよ。
必ず下がります。それで、それをですね、いろんな規制をかけてですね、力づくで下げようとしたからですね、あかんねんということになりました。でも今の韓国ですね、景気が悪くなった上に金利上がってしまいましたんで、まだ上がります。今日明日上がるんちゃうかなと僕は見てるんですけど、金利上がると必ず不動産下がるというセオリーがありますんで、まあ、今後は下がっていくんでしょうね。下がっていくはいいんですけど、ここに書かれているように、こう金儲けのためにこうマンションを買っている人がいっぱいいるわけですね。で、金持ちがそれをやる分には失敗したんですけど、借金してね、それをやるとですね、失敗したでは済まないって人生の破滅につながるわけですね。そんな人がなんかいっぱいいるという話なんですけども、それがこれからですね、見えてくるということになると、お隣さんもちょっとした混乱が来るんちゃうかなという気がいたします。ありませんので探してください。不動産バブル崩壊の足音が聞こえてきた韓国、ムン政権で2倍になったマンション価格、必ず儲かる賭博のはずが…金利引き上げで危機感という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。